皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。22日に1打席最多投球数を更新し、プロ野球新記録を樹立した広島東洋カープの矢野雅也選手。しかし、上原浩二氏は矢野選手に苦言を呈し、この快挙達成を痛烈に批判しているようです。一体どういうことなのでしょうか。今回は、上原氏が矢野選手に切れた理由についてご紹介します。過去、巨人やメジャーで活躍を残し、現在は TBS 系サンデーモーニングにてスポーツご意見番として出演している上原浩二氏。同番組のスポーツコーナーでは、1週間のうちに巻き起こったスポーツ界のさまざまなワンシーンに対し、上原氏と週替わりのゲストが勝つ、あっぱれを入れながらその活躍を振り返るコーナーが名物企画となっていますが、9月29日の放送では、同月22日の中日対広島戦で巻き起こった広島東洋カープ矢野雅也選手と中日ドラゴンズ涌井秀章投手の対決を取り上げました。というのも、この対決で矢野選手はたった2球で追い込まれたものの、その後驚異の粘りを発揮し、結果的に涌井投手に22球を投げさせ、最後は四球で出塁したというワンシーンだったのですが、この22球の対決がプロ野球での1打席最多投球数を更新し、プロ野球新記録を樹立した瞬間でもありました。この対決に善場貴子アナウンサーは、お互いすごい意地見せましたね、これって何、あっぱれ、勝つ、どっちなんだろうと疑問を呈すると、これに阪神オリックスで活躍した能見篤氏は、僕はちょっと違うスイッチ入ってしまうかもしれない、負けたくないが先に出てくるので、何としてもフォアボールよりストライクをずっと投げてと試験を展開すると、ご意見番の上原氏は、私の意見でいいですか、矢野選手に勝つ入れてくださいと、新記録を作った矢野選手にまさかの勝つを入れました。同コーナーにおける勝つは、言い方を変えれば苦言を呈することを意味しており、新記録樹立の場面に呈されたまさかの勝つにファンは騒然となりました。上原氏に勝つを入れられた矢野選手は、2020年ドラフトにて6位指名を受けて広島東洋カープに入団、今年4年目のシーズンを迎える若手内野手ですが、守備に関してはすでに職人級の実力を誇り、二塁手では最長の10年連続でのゴールデングラブ賞受賞歴を誇る菊池涼介選手も矢野選手の守備力を絶賛しており、その守備力を買われて遊撃手として菊池選手と共に鉄壁のカープ二遊間を形成、また小技も活かせる安定的な打力も兼ね備えており、今季は不動のレギュラーとして活躍。9月28日時点で132試合に出場し、打率2割5分2厘、104安打、36打点を記録。その他にも出塁率、長打率、OPS、得点圏打率など、さまざまな面でキャリアハイの成績を残しています。また、ここまで記録している20犠打は、チームトップの成績であり、小技のうまさも遺憾なく発揮しています。そんな矢野選手は、9月22日の対中日戦にて、戦術の通り、プロ野球新記録を樹立。場面は1対2と1点を追う6回1死の3打席目。中日、涌井投手に対し1球目は見逃し、2球目はファウルとあっさり追い込まれましたが、そこから持ち前の粘り強さを発揮。この打席で記録したファウルは計17回。2ボール2ストライクから、7球連続ファウル後に3ボール目。そこから今度は8球連続ファウルと粘った末に、22球目の内角への際どいボールを見極め、計22球、17ファウル。時間にして11分を超える対決は、矢野選手に軍配が上がりました。このしびれる対決に場内は、大歓声と驚きの声で騒然となり、歴史に残る対決を制した矢野選手は、雄たけびを上げた後、笑顔で一塁へ向かいました。出塁を許した涌井投手は、大粒の汗を何度も拭い、ベテランらしく顔色を変えることはありませんでしたが、この対決の直後に、落合英二コーチとナインが、マウンドに集まって間を取っていました。涌井投手は試合後、三振を取りに行ってました。最後は四球にはなったけど、逃げての四球ではなかったから、次の打者に切り替えていけました、と振り返りました。クールな涌井投手とは対照的に、
雄たけびを上げた矢野選手は、この場面について、チームが勝つためにというのもそうですし、なんとか追いつきたい、僕が出ればいい打者がいるのでなんとかなると、と振り返りました。チームの勝利を信じて粘り続けた気迫の打席は、プロ野球史に残る名勝負となったわけですが、この名勝負に上原氏は喝を入れたのです。一体なぜなのでしょうか。矢野選手への喝を宣言した直後に上原氏は、もういい加減にしてくれ、そういう気持ちです、前に飛ばせという気持ちです、と。自身も投手として活躍していたからこそ、投手心理をジョーク交じりで明かし、苦言というよりは、ここまで粘った矢野選手へ投手としてリスペクトを込めた喝を送り、スタジオを笑わせていました。まあ投手からすれば、たった一人に22球も投げさせられるのは嫌でしょうし、そこまで粘り強さを発揮されるのは苦行以外の何者でもないでしょう。もういっそのこと打ってくれと思うのも仕方ないでしょう。広島は早打ちタイプの打者が多いので、矢野選手みたいに粘り強い選手は貴重でしょうが、人によってはストライク投げているんだから、プロなら前に打球を飛ばせと思うかもしれませんし、ましてトッププロだった上原氏はより強くそう思ったのかもしれません。しかし同コーナーは前任ご意見番の張本勲氏の時代から常に賛否が分かれていましたが、今回は上原氏の勝つに同意する声が多いようです。というのも矢野選手は戦術の対決をカット打ちでひたすら粘っており、この矢野選手の戦略は工業として考えた時に不適切なのではないかという意見も出ています。また昨今の野球界は時間短縮の動きが強くなっており、今後の野球界を鑑みてもカット打ちで粘る方法は不適切だと感じるファンもいるようです。事実矢野選手は17個もファールを出していますし、意図してカット打ちをしていた可能性も高いでしょう。もしそうだとすれば、試合進行の妨げになるわけですし、いたずらに時間を伸ばしているだけだという声が出ても仕方ないでしょう。さらに矢野選手はそもそもミート打ちで打ち返す技術を持ち合わせている選手なので、そんな矢野選手がここまで粘っていること自体に懐疑的な目を向けられているようです。一方で同日の試合を解説していた高木豊氏は、矢野は A クラスをかけて戦っている姿というのは本当に好感が持てる、その中でこういう打席を見せてくれる、矢野が広島の中心選手になったら強くなるだろうなって、そう感じる選手ですね、と称賛を送っています。相手の先発が打ち崩せそうにないなら、より多く球数を投げさせて少しでも早い回に降板させる、そういったダーティーな戦い方も必要でしょうし、ましてこの時の広島は首位から順位を落とし、一つでも勝ちに行きたい状況だったので、もし矢野選手が意図してカット打ちしていたとしても攻められるものではないように感じます。このように賛否を巻き起こした矢野選手、今後上原氏から手放しで称賛される、あっぱれな活躍を残せるのでしょうか。今後の活躍に期待しましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。